今回は京王プラザホテル八王子に宿泊します。京王プラザ八王子はピューロランドから電車で30分ほど離れたところにあるのですが、ここには世界で唯一のマイメロクロミのコラボルームがあります。また宿泊特典でピューロランドのパスポート付きのプランもあります。詳細は概要欄に京王プラザ八王子のホームページの URL を添付してありますので、ぜひご確認ください。はい、はい、このお部屋はスティー、よく見て、クロミマイメイド、クロミちゃん。今日は京王プラザホテルのマイメロクロミお参りに来ましたよ。お参りに来ましたよ。早速お部屋紹介をします。はい、じゃあお部屋紹介をします。まず入ってすぐにこれですね、めちゃめちゃ可愛いマイメロちゃんとクロミちゃんのベッドがあります。ほら、なんとね、枕のとこはハートのクッションで、女子の憧れなのよ、これママやりたかったのよ、この頃に。ほらママいいですね。ママ、ももちゃんはもも、ほらももはもも、もちゃんもごめんねしてごらん、これふわーってかけてあげるよ。ほらうわー素敵だね。どう、お姫様みたいでしょ。素敵はい、でベッドの横にはライトがありまして、ほらフットライトをオンしたらね、これネズミの小屋かと思ったらフットライトでした。あ、水見てください、カーテンもこっちはクロミちゃん、こっちマイメロちゃん、ちょっとねシックな色なんですけど。あとはテレビです。これ和風、めちゃくちゃこだわってる。多分手作りだと思う。こっちマイメロちゃん、こっちクロミちゃん、なんかエアブラシしたみたいな跡があります。ハートクッションだよ、ほら。でクロミちゃんはこのドクロ、こんなのあるのかな、それか特別特注なのかな。で天井もねマイメロクロミ仕様で、なんとだらん、このマイメロクロミルームにはこんな可愛いアメニティがついてます。ぬいぐるみ、クロミちゃんとマイメロちゃん、そしてこれお水だね、お水もなんとマイメロクロミハローキティ、はい、マイメロクロミのお水です。おいしい。これはシャンプーとコンディショナーとボディーソープもマイメロクロミ、はい、こちらがスキンケアセット、これはクレンジング、ウォッシュ、ローション、クリームついてます。歯ブラシは、わ、見て歯ブラシ、見てこれかわいい、
マイメロクロミキティちゃんの歯ブラシ、これこれ歯ブラシは普通の歯ブラシだと思ったら、なんとこれを全部入れて持って帰ることができるバッグ付き。京王プラザホテル八王子って書いてる。これね、あの結構大きめのバッグで、ここ持ち手がしっかりしてるから、これ仕事の時に使おうかしら。マチもね、しっかりあるの、ほら。どこに？ほら。どこにあるの？マチ。ま、これぬいぐるみキーホルダーだって。ここにチェーンついてるね。だからここにつけれるんだ。ほら、こうやって。明日これで行ってもいいね。うん。ママ、ももちゃん、これから寝る。あとね、これスリッパも。見て、マイメロクロミキティちゃんのルームスリッパがついてます。バスルームはこうステッカーが貼ってある感じで、マイメロディクロミって書いてます。髪の毛も僕はマイメロクロミカラーです。で、普通のアメニティもついてます。歯ブラシ、カミソリとシャワーキャップとボディスポンジといいですね。あと綿棒もここにあったわ。ドライヤーはパナソニックのイオニティ、ちょっといいやつね。で、3人分なんで一応全部3セットずつ用意していただいてます。お風呂はね、一応ね、クロミちゃんカラーのね、パープルになってますよ。でも口だね。普通だわ。パープルで食器とか置いてる棚がね、可愛くしてあります。今日双子にミルクあげようと思ってたので、このお湯沸かすのがあると助かります。そして冷蔵庫は空っぽでした。で、ここには、あ、氷ね、氷入れるのがある。お酒飲む人とか氷入れる、ね、氷作ってるとこがあったわ、さっき。ここに、あ、何も入ってません。はい。一応なんかコーヒーとかお茶とか、ほうじ茶、おせん茶ついてます。じゃん、あ、ほらやっぱりね、コースターがマイメロクロミ仕様になってる、かわいいです。後でお茶いただきたいと思います。連泊する人とか朝ゆっくり寝たい人はこれですね。これもマイメロクロミルーム仕様に、お部屋掃除してくださいとか、お繋いでくださいっていうステッカーがついてます。お夕食はホテル2階のレストランルクレールさんでディナービュッフェをいただきます。レストランが可愛すぎて、みーちゃんびっくりしたね。ティーナレストラン、ご飯楽しみだね。双子がお腹ペコペコなので、先に子供の食事を済ませてからママは食べることにします。食べる。ハローキティのお稲荷さんはおこわのような風味で香ばしい食感でした。お酢の強さもなく、すごく食べやすい感じです。カルボナーラは注文するとその場で作ってくれます。湯がいたパスタをこの大きなチーズの器で作ります。めちゃくちゃ大きいホールのチーズ、一体おいくらぐらいするんだろう。ソースをかけたら完成。めちゃくちゃ美味しそうです。続いてローストビーフを注文。美味しそうなので2人分頼みました。ソースをかけて完成。はい、すいません、ありがとうございます。ももちゃんがラーメンを食べたいというので注文。
かまぼこがめちゃくちゃ可愛いキティラーメンの完成です。ラーメンのついでに蒸しパンも注文。こちらもマイメロの焼き印がめちゃくちゃ可愛い。なんとスタッフさんが巨大キティを連れてきてくれました。細やかな心遣い、とてもありがたいです、ね。ラストオーダーで子供を食べさせてたら時間なくなったので慌てていろいろ取ってきました。子供じゃなくて赤ちゃんですけど、お腹空いてるんでデザートもたくさんあるよ。めちゃめちゃ可愛い。ソフトクリームちょっと入れすぎちゃった。じゃあ甘じもらってくれる？ちょっと見ちゃいます。もしよし写真撮ったらこのままちょっと重たい。はい、はい、こっち見て、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。レストラン出てすぐ左手にサンリオ映えスポットがありました。うわー、大きいですね。見て見て、大きなキティちゃんですね。見て、これがついてるよ。プリン、おーちゃん、こっちプリンセス、プリンセスキティ。お花もいっぱいついてて可愛いね。わー、メルヘン。下を見てごらん。わー、ももちゃんいた。というわけで、明日はサンリオピューロランドに行くので、今日はもう就寝します。ピューロランドの動画もアップしておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。ちなみにママは双子ちゃんの覚醒で日が昇るまで眠れませんでした。かまぼ、かまぼこがめちゃくちゃ可愛い。かまぼ、ぶちょぴちゃね。